デブの方に質問です。なぜデブの状態のまま外に出て人と会えるんですか？薬の副作用とかではなく暴飲暴食で、太っているのは自分は自己管理ができませんよと全身で表現しながら歩いているようなものと考えている自分だったら恥ずかしいです。痩せようとは思わないんですか？本当に不思議なのでお願いします。別に暴飲暴食はしていないけど中程度のデブです。痩せたいなとか言いつつ目の前に美味しいものが出てきたらつい食べちゃう自分の性格を、まあ人間そんなもんだよなと諦めとともに許容しているからかな。太ったら恥ずかしい人と会えないみたいな切羽詰まった気持ちになったことない。そんなこと言ったら安い服も高い時計つけていないことも、適当な店で切った髪も、顔のシミもシワも、完璧じゃない化粧も、スーパーモデルみたいに長くない足も、全部恥ずかしくて人に会えなくなっちゃう。いろいろ外観上の欠点持ってる自分なのに、太ってるかどうかだけを恥ずかしいとは感じないし、他人に対してあの人太ってて恥ずかしくないのかしらとか思うほど他人の外見に興味ないので、他人も自分の外見に興味ないだろうと思っているからかな。まあ確かに他人の外見には興味ないかもしれないけど、外見での損得は絶対あるからな。みんなこれどう思う？